今回はフライデーで超大物の熱愛発覚と報じられた椎名桔平さんと原田知世さんを鑑定しています。相性診断の画面からまず椎名さんを呼び出します。次に原田さんを呼び出します。2人の診断の実行をタップします。まず、空房は五感空房のように見えますが、原田さんの空房、達は椎名さんの年中にあり、ほとんど影響がないので、五感空房ではありません。椎名さんの空房、いは原田さんの月中にありますので、椎名さんは原田さんに対して少々苦手意識があるかもしれません。次に、2人の知識が3号開局しておりますので、非常に仲が良いです。また、3号開局が水局、つまり水の絵、水の戸ですので、椎名さんの長考用心、水の戸が原田さんの名詞にはないにもかかわらず、持っているのと同じ意味を持ちます。そして原田さんの長考用心、木の絵を椎名さんが持っているので、お互いが長考用心を持ち合っているのと同じ意味になります。つまり、相思相愛の関係になります。先ほどの五感空房の場合もそうですが、中心性四柱推命システムでは、このような例外の条件もできるだけシステムで自動的に判断するようにしています。2人の官号は4つで非常に仲の良い間柄です。12運は同じ水を持っているので価値観が一致しやすいということになります。一緒に暮らす場合に大事な日種の対比は、椎名さんは相手が何をしても可愛く感じ、自然でいることができます。原田さんは相手に対して居心地の良さを感じます。お二人ともバツイチですし、いい年ですので、結婚はどうかわかりませんが、名式を見ると文句なしの相性のカップルです。今回はここまでです。